い、では改めましてしゃべくりジャパンスタートします。イエーイ。まず自己紹介させていただきます。はい、私153cm LL モデルをしておりますミカです。よろしくお願いします。お願いします。154cm 4L モデルをしておりますフーと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では本日のテーマがやったことあるダイエット。はい、うん、はい、どうですかね。もうダイエット永遠のテーマみたいな、どうですか。ちなみにお二人はダイエットはどんな。現在進行形でやっております。めっちゃやってるじゃないですか。やっております。ふうさんがパーソナル、そうパーソナルトレーニングに週1で通ってます。はい、はい、私はあの B チームっていう YouTube とかで3時のヒロインさんが MC をやってて、うん、大人気なの桃香愛さんとかも出られてたあのチーム制のダイエットを始めまして、うん、先週からスタートしたので頑張ります。頑張ってください。頑張ってるところでございます。いつから2人はそのダイエットを始めました。いつからだろう。2ヶ月前、2、3ヶ月前、うん、ちょうど1週間まだ経ってないぐらいそうだった、ね、始めたばっかり奇跡のダイエットやろうと思ったきっかけってあります。2人なんかゴールドジャパンさんでモデルを始めた時の体重から増えちゃったからそう、ふーちゃん2個なんですよ。太ったんで書いてあるの直してくださいって太った体重にしてくださいってでもそこはなんかこうスラーっとするちなみにどれぐらいちょっと増えちゃったんですか。83から91に増えて、おーで82に戻しました、うん、すごい減ってるじゃないですか。減っている素晴らしい、うん、結構増えた時あれですか。サイズちょっとワンサイズぐらいきつかった。 4L あこれちょっと ピチピチみたいなこれはやばいってなりました。結構みんなねそういうの悩んだりしてるお客様が、ね、結構でも短期間で減ったんですね。そうですね。そうすごいすごい頑張りました。なんかちょっとね私まだ1週間ぐらいなんでね効果も何もないんですけどこれから私は16週間やるっていう趣旨のダイエットなので、うん、まあ、これから結果が出せたらなって感じですね。目標マイナス何キロですか。10ぐらい。10ですか。もうぼっちゃりじゃないよそれはまさかのまあでもあの一応、まあ、私事なんですけどね、ちょっと来月、うん、結婚式の方を挙げられそうな感じなので、やっぱちょっとドレスをね、うん、可愛く綺麗に着こなしたいなと思って、うん、まあダイエットっていうよりはボディメイクに近いですかね、うんうんうん、シュッとしてるところをシュッと見せるような体にしたいなっていうのと、うんうん、まあ、あとちょっと健康診断の結果もあったのでちょっとこう健康的な体に寄せていこうかなと、うん、もうちょっとねだいぶ年も重ねて大人になっていってるのでこうね、まあ、健康であれば全然問題ないので大丈夫です。そこまで数字にはあんまとらわれてはいないです。別に今の体型が嫌だってわけでもないですし、うん、ただまあちょっとねあのドレスってあの出るところがいっぱいあるので、ね、そうですね気になるところが そこがちょっとこうカバーできたら嬉しいなぐらいな感じでやってます。楽しみですね、うん、結婚式、はいうん、まあ身内だけのささやかな感じでやる予定で、まあ、ちょっと楽しみです。写真見せてください。はい。そうですね。なんかあのインスタとか裏通信であの みんなのモデルさんのぽっちゃり経歴の記事載せたりする、うん、あれがすごい人気で、うん、やっぱりみんななんかこうどんな感じでこう太ったのとかそういうのもあったんで、うんうん、やっぱいろんな方いますもんね。十人十色というか、そうですね、本当に。すごいみんなパターンが違うんですよね。ミカさん結構短期間で、はい、そうなんです。私増えた派ですね。急に突然変異型って感じなんですけど、はい、私はもう3週間で20キロ弱18キロ弱太ったんです。3週間ですかね。ミカさん最速経歴でした。3週間で18はそうそう超えられないと思う、うん、毎日ですからね。
私も2ヶ月で20キロぐらい、うん、だったから、うん、1ヶ月も早かったそうなんですよ、はい、毎日毎日服が着れなくなっていくっていう、体験をして、でやっぱその突然変異なのでその筋肉とかの感じも多分体を支えるのに慣れてないから、すごくよく転ぶようになって、まあ、元々結構そそかしいので転びやすいタイプではあったんですけど、体重が増えてからなおより転びやすくなっちゃったんで、これは危ないと思って、まあ、今の体重ぐらいまでちょっと落としたんですけど、まあ、それでもまだ今はねあんまりハイヒールで歩くのは怖いかなって思いながらまあそれもあるので、こう今やってるその B チームっていうところで運動もやってくれるの で適正な筋肉をつけたいなと思っております。ふーさんはどう、ふーさんもですよね、社会人になって。そうですね、社会人のストレスで急にその2ヶ月で20キロ太って、もう分かりました、ストレスや分かりましたね、もう食事もう完食、完食みたいな。もう分かって食べちゃって、もうストレスで。そう、でも止められない、うん、もう誰も話を止められない。そっか、やっぱストレス。でも確かにストレスがあると板チョコとかバリバリ食べてて、私めっちゃ肌荒れました。あー、わーって出て、はい、欲しくなっちゃうんですね、なんか欲するんですよね、体が。でもまあ今ふーさんもトレーニング行って、はい、すごいしんどくないですか？いやーしんどいです、運動嫌いなのであすごいなと思ってインスタでちょっと拝見させて、そうこういうやつ、かっこいいけど絶対上がらないなって思って見てます、ね、あでも合わせてくれるんですよこっちは、あのお子さんね、なんか寒いと行きたくないなって思いません？私だけ？でもなんか私暑い方が行きたくないです。あー、そうなんや。わからないでもない。なんなら道中でも汗だくになりますからね。夏はもう本当に道中で。では、はい、本日はリカとフーがお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございます。